へんてこ言葉ダジャレ絵本。トドが届いたダジャレ作家ワーク。ねえ、誕生日に欲しいものがあるんだ。じゃあお父さんにお手紙を書いてお願いしてみたら。最近字を覚えたばかりの坊やは手紙に欲しいものを書いてお仕事で遠くにいるお父さんに送りました。手紙を見たお父さんは困った顔で考え込んでいました。そしてやがて、かわいい坊やのために頑張るぞと仕事を休んで北の町に出かけていきました。坊やは一体何をお願いしたのでしょう。やがて誕生日がやってきました。必ず来ると約束したお父さんは夕方になっても来ませんでした。坊やが悲しくなって泣き出した頃、家の前に大きなトラックが止まりました。そして中からお父さんが出てきました。待たせたね。さあ中をご覧よ。坊やが中を見ると、なんと大きな大きなトドがいて、ブオーンと泣きました。怖いよ。また坊やは泣き出しました。あれ、坊やはトドが飼いたかったんじゃなかったの？お父さんが驚いた顔をして言いました。僕はトトが飼いたいってお手紙に書いたの。黒ごまふりかけご飯が大好きな坊やのほっぺから手紙にごまがついていたのでしょう。お父さんはとんだ勘違いをしました。へんてこ言葉